開幕戦のバーレーングランプリで RB チームの角田宏氏が再び注目を浴びた若手ドライバーである彼が示した切れ壁が再びクローズアップされチーム内での内紛騒動が話題を呼んだしかしその後の角田の姿勢は一転して自己反省と成長への意欲がにじみ出ている角田は開幕戦のレースで 好調な滑り出しを見せたものの、キットストップのタイミングによって順位を失い、チームメイトであるダニエル、リカルドとの間で不満が募り、内紛騒動となった。その後のサウジアラビア GT に向けた会見で、角田はリカルドとの和解を強調し、自身のキレヘについて改善する意欲を示した。間違いなく、 それは僕が改善しなければならないことだと反省する角田彼は以前から指摘されていた切れ壁に対して真摯に向き合い再発防止に取り組む覚悟を示したその一方で彼の言葉からは腰を据えた長期的な取り組みの意思が伝わってくる角田の改善姿勢にはメンタル面の強化やストレス管理への取り組みが含まれる 彼は単なる1ステップではなく、2ステップ以上の改善が必要と語り、超一流への階段を上るために悪壁解消を最優先事項とする決意を示した。一方で、角田の切れ壁、別れのパフォーマンスにも影響を与えている可能性がある。プレッシャーの中での冷静な対応が求められる F1 の世界において、感情の爆発は致命的な結果を招くことがある。 そのため、角田の成長は単なるチーム内の調和だけでなく、彼のレーシングキャリアの未来にも大きな意味を持つ。彼の今後の挑戦は、単なる一戦の結果だけではなく、自己の成長とチームへの貢献にもつながるだろう。彼が、切れ引きを克服し、冷静なドライビングを発揮する日が待ち遠しい。